そうしたなら、ラマナ・マハルシのセルフ・インクワイアリーの続きで、今回は14番からになります。質問は、サニヤーサ、放棄の真の目的は何ですか？ということですね。サニヤーシンとか皆さん聞いたことあるでしょうけれども、インドでですね、世間の価値観を捨てて、そうして、さっき言いましたように、自分意識、を解消したいという修行に向かう人、世間を出る出世間ですね、する人、出家する人、そして修行する人をサニヤーシンと言います。で、それの元になっている名詞のサニヤーサ放棄とはどういうことですかっていうことですね。まあ簡単に言うとサニヤーサっていうのは別に放棄という意味じゃなく捨てることっていう名詞です。で、何を捨てるのかが問題でしょ。ゴミを捨てるのか、地位名声を捨てるのか、あるいは修行を捨てるのか、何でも捨てることでしょ、放棄。ラマナ・マハルシのような存在になるためには、何を捨てなければいけないのか、そして何を獲得しなければいけないのか、という問題があるわけですね。皆さんはたくさん捨てるべきものを持っておられるわけです。それから獲得しなきゃないもので、獲得しようとしてないものもたくさんあるわけですね。で、いらないものをたくさん獲得してて、もうすでに持ってしまってゴミですね。それから、推進するために、例えば人工衛星打ち上げるんだって言っても、ロケットが必要でしょ。ロケットないけれども下脱したいんですって、人工衛星打ち上げたいんですって言っても、それは叶わないんですよ。下脱した後大変だから、四季折々の医療品たくさん詰め込むんですとか、カップラーメンとかたくさん詰め込んで下脱するんですって言ったら、それは余計なものでしょ。ですから、下脱というね、まあ人工衛星みたいなものを打ち上げるときに、何を用意しなきゃないのか、ロケット台とかロケットとかね、発射台ですね。それから持っていっちゃいけないものは何なのかって見分ける知性が必要ですね。まあ、それに関係あることです。ラマナ・マハルシの答え。サニヤーサはひとえに私という観念、自分意識の放棄であって、外的対象の排斥ではないってマハルシこのように言ってるでしょ。ですから、放棄、宗教的な放棄と言ったら、得なければいけないのは自分意識の放棄ということであって、外的対象に執着することではないということですね。外的対象はすべて捨てていって、内的対象のうちの私という思いのところまでもすべて捨てていって、私という観念、自分意識がなくなること。それがサニヤーサの真の意味だってマハルシ言ってるわけですね。ですからこれはヨーガスータラの一緒の二節と一緒でしょ。ヨーガは自分意識の、まあ、発見っていうのはのけて、自分意識の解消であるっていうのと一緒でしょ。ですから、ヨーガっていうのとサニヤーサっていうのは同義語なんですよ。で、それを目的として修行に励む、そして世間的な価値観を捨てる人だけをサニヤーシンって言うんであってね、そういう格好してるから、インドを輸入しているからとかね、それでサニヤーシンっていうのではないんですが、インドでもとにかくうろつき回ってるのを全部サニヤーシンって言うんですね。日本だと頭剃って衣を着てると僧侶っていうのと一緒ですよ。ですから、ほとんどが、宗教的なことでもほとんどが間違って継続されてきてるんですね。ご開祖様からずっと今の世までね。キリスト教でも仏教でもヨーガでも全て間違ってこう伝わってきてるんですね。これは、ヨーガのだけの話じゃなく、仏教でもサニヤーサの真の目的は何ですかっていうのは、マハルシ言っているのと一緒ですよ。心人脱落っていうのは自分の身と心から我がというエゴが脱落することでしょ。キリスト意識もそうですよ。エゴ、私という観念を捨ててしまった状態のキリスト状態、無我の状態になる。それがキリスト教におけるサニヤーサで、あらゆる宗教においてサニヤーサっていうのは一番根本的な問題なんですよ。そのように、私という観念ですから、これは思えばあるし、思わなければないんです。ですから皆さん、熟眠しているときは考え事しないので、私という観念持ってない状態ですね。残念ながら短時間しか続かないんですけれどもね。目が覚めたらまた私っていう思いが再生されますので、目が覚めるっていうことは私意識が出てくるっていうことですね。
塾民状態を別にすればね、私という観念を放棄した者は一人きりでいようと広い世間、サンサーラはここでは世間と訳しておきました。輪廻転生する子も広大な世界と理解してくださっても結構ですよ。の中にいようと同一の状態にとどまっている。例えばラマナ・マハルシは自分一人でいようと信者さんたちがやってきてある子で質問しようと私意識のない同じ境地に住んでいましたでしょ。サンニャーシンとして住んでたわけです。で、皆さんここに来てこういう説明聞くと何を捨てなきゃないのか、あるいは何を得なきゃいけないのかって僕に要求されるとちょっと考えるでしょうが、家にいる時にはその広い世間の中で、広い世間の我が家で生きてるでしょ。マイホームの中でね。そこにいる時には私意識を捨てなければなってずっと考えてる人誰もいないでしょ。おそらく。だいたい私意識なんて忘れてるでしょ。なんか書いたり僕に野村さんみたいにレポートしなきゃない時、ヨーガは私意識の発見と解消ということを教えていただきましたなんて首相に書くけど普通は忘れてるでしょ。うん。ここにいても、さあお風呂に行って、ね、夕食の準備してくださいって言ったら、私意識、皆さん、わっと、また出てきてね、今晩はこういうおかずを作りましょうとかね、お風呂に行って、ああ、ゆっくりできてよかった、誰が、この私がって、そういうことになるでしょ。ですから、いつでも私意識とともに、私という観念とともに人間っていうのは生きてるんですね。それだけが問題なんですよ、宗教では。ですから、どのような状況でも You are the self っていうのを自分に言えるようにもうしょっちゅうマントラ唱えてなきゃないんですね。僕は階段上がり下りするときでも You are the self。 全体生命がこのように現れて、この体として現れてこう登っていく降りていくとかっていつでも思い出せるように You are the self イコール相反ですが、 You are the self っていうマントラがいつでも僕の頭の中にはあるわけなんです。何するときでも You are the self ってマハルシが言ってくれたことをね、いつでも呼び出せるようにしておかないと、呼び出せるようにするためにはもう毎日毎日それ唱えていないと忘れちゃうでしょ。私は中村だとか私は野村だとかって普段は思ってるわけですから、誰でもね。 I'm the self って誰も普段思ってないんですよね。私はセルフであるって。ですから年取ってから修行した場合には、なおさら私はセルフだとかっていう真実の言葉、マントラを繰り返し繰り返し唱えておかないとね、すぐ忘れちゃうでしょ、人間っていうのは。元の黙阿弥っていうように、親からもらった名前の私です。昔の名前で出ていますじゃなく、親からもらった名前で出ていますで、それで一生50年、70年、100年とか終わってしまうわけなんですよね。間違った刷り込みで終わってしまうんですよ、一生っていうのは普通ね。心がある対象に集中している時には、たとえ他の物事がすぐ近くにあってもそれらを見ることはないように。皆さんが何かに集中している時にはその周辺のことに気を取られませんね。そのように世間はいくつもの日常的行為をするかもしれないが、例えばラマナ・マハルシでもご飯食べたり食事をしたりですね、散歩したり、それから沐浴したりとしてたわけですね。そういう日常的行為をするかもしれないが、彼は、まあ、下脱している人は私という観念を起こすことなく心をセルフに移行させておくので、セルフの世界でセルフが行っているだけだと思ってるんであって、こういう現象世界でマハルシという名前を与えられた私がやってるんだっていう、その私がっていう観念がないっていうことですね。人間は誰でも私という観念を持って生きてるわけなんですね。下脱者でない限りね。だからその私は誰かっていうことです。安田さんにも書いてあげたでしょ、私の回想の肯定のところで。だから、まあ、野村さんのラブレター、安幸さんの小学生の頃の絵日記にこだわるとしたなら、こだわるのは誰か。Who are you って自分にね、自分に対して Who are you? こだわるあなたは誰なのですかって自分に対して質問をしないといけないわけです。自問しないといけないわけです。そうするとそれは私意識という観念をなくしたものではなく、私意識というものを強烈に持っているこの私だっていうことですよ。自分だっていうことですよ。で、自分を捨てるのがヨガですから矛盾してると思いません？
捨てた方がいいのに捨てらんないものを抱えてるっていうのは、ヨガと相反することですよ。ですからそう考えたら、皆さん、下脱のね、人工衛星打ち上げるんですって、そこに絵日記やラブレターや、症状やらね、いろんなものを載せて、それと共に行くんだっていうことですので、バーンと打ち上げた瞬間に爆発するでしょうね。この前のアメリカのビルに対して、もろくも崩れ去るでしょうね。ですからそういうものを持ったまんま修行するっていうのは、いわば高層ビル建ててね、そこにそれを爆破する飛行機を呼び込むようなもんですよ。高いところに行けば行くほど重い荷物背負ってたら落っこちる速度速くなるでしょ。身軽だったら木に捕まったり木の根っこに捕まったりできるかもしれないけども、荷物ね、5、60キロのね、背中に背負って転げてごらん。重さ倍になって、皆さんの体重とその5、60キロの荷物と合わせて100キロないし120キロぐらいになって落っこちたら早いじゃないですか、もっと。そして危険でしょ。ですから持てば持つほどね、世間的な価値観を持てば持つほど上に登ろうとすると危ないっていうことですよ。まあ実際には登れないと思いますけどね。あの世間での持ち物多い人は絶対登れないとは思いますけどもね。だから上に行けば行くほど危険なんですよ。あの進歩すればするほど、高いところに登れば登るほど危険になってくるんですよ。麓にいる間は転げたって膝ね、怪我するぐらいで別にどうっていうことないですよ。だから皆さん安全地帯にいたがるっていうのは、危険を承知で登ろうとはしてないっていうことなんですよ。なるべく平坦なところで楽しようと思ってるわけですね。だってそういう生活してきたんだから、その方が慣れてるに決まってるのね。一遍犬や猫飼うと、人から餌もらうので食べていこうって考えますよ。無理やり山に連れ戻してもまた戻ってきますよ、人里に。最初から野生の動物だったらば人に近づこうとしないでしょ。人の方が危ないので殺されるかもしれないから。だからその人里っていうのはここでいう世間ですよ。広い世間、サンサーラで山っては出てこないけれども、人がいないところ、要するに人っていうのは人間的な執着の価値観体験がない境地っていうことですよ。政権型は心をセルフに移行せておくので、実際には何事も自分でしているわけではない。だからマハルシが散歩しようがですね、沐浴しようが食事しようが、私がしてるんだっていう観念がないっていうことで、外から見たら誰でも食べて、誰でも出して、誰でも歩って、誰でも寝たりしてるでしょ。その間に私っていう観念があるかどうかだけが問題なんですよ。だからそれは見る目がないとわからないですよ。この人は私意識、まあ持ってるにしてもどれぐらいあるかっていうのは、それを見る目がなかったならわかりませんでしょ。だからわからない人が信者さんたちだから、池田大作さんとか朝原昌光さんとか、エゴの塊のような人たちでも信者さんたくさん集めて、信者さんたちは私意識持ってるか持ってないかわからない人たちだけですので、問題はないんですね。だから皆さんはまず自分を見て、どれぐらい自分意識を強く持っているかね、弱く持っているかじゃないんですよ。強く持っているかをまず発見しないといけないんですね。あの人はエゴの強い人だって皆さんの周りにもたくさんいると思いますけども、じゃあ自分はどうなんだろう。もっと弱いって言ったって、もっとエゴの少ない人から見たら強いんじゃないかって、こういうことですね。比較対象してみるならばね。ですからなるべくエゴの少ない人と付き合うようにしていく。それが成長する仲間付き合いの着眼点ですね。大体どんな団体でもエゴある人のたちが集まりますんでね。ですからそこに出入りするっていうのは、まあ触れたものに染まるわけですから、だんだんエゴ強くなって競争して早めに幹部になろうとか、なんとか出世競争をやってしまうものなんですよ。そういう世界から出るために釈尊たちの時代ですと、都を出て森の方に行って修行したわけですね、ブッダたちはね。まあそれが行弱情っていうことです。弱情の境地を好むっていうことですね。八位大人学に出てくるでしょ、行弱情って。その前にしておかなきゃいけないのが、小欲知足。それで行弱情と、そういう順番になってるんです。欲を少なくしていって、これで良しとした知足の精神を持ってないと、森のような静かなところに行っても、iBook 持ってくればよかったとかね、あの携帯電話持ってくればよかったとか、馬鹿げた考えにとらわれてしまうでしょ。
自分のやってきたことを証明するね、免状とかそういうのも持ってくればよかったとかってそういうことになってしまうでしょ。ですから、小欲知足にして行弱情から落っこちないぐらいにならないと修行者にはなれないっていうことですね。実際には不動の状態にあるのに、人が夢の中では頭を下げているように思うのと同じように、無知な人、つまり私という観念が病むことのない人は、でここまで、まず夢の中で皆さんジャンプしたり落っこちたりとかねした夢、まあ見たことあると思うんですよ、誰でもね。実際にはその人はどっか高いところから低いところに落ちたり、あるいは空を飛んだりしてないのに空を飛んだ夢を見たり落っこちたりした夢を見ている。それはどこで起こってるのかって言ったら、体じゃなく頭でしょ。頭の中でっていうことは想像と一緒でしょ。皆さんジャンプしたと思ってくださいとか、それから落っこちたと思ってくださいっていうと、夢を今このような日中の時間帯で作ることはできるでしょ。頭で空想して落っこちた高いところから、それから高いところによじ登っていたとかって想像すれば、自分の体がねそのようになったのを想像することはできるでしょ。ですから日常世界でこのような日中にね想像するのと夢っていうのは何も違わないんですよ。で、自分が考え事しているのに気づかないで、あれこれ妄想、雑念妄想を連発している、座っている姿は座禅って言ったら、それは座禅じゃなく妄想してるだけでしょ。ですから人間っていうのは考えているところのものである、あなたは考えているところのもの、存在であるっていうことですね。あなたの一生はあなたが何を一生考えてきたかに等しいって言われてるでしょ、昔から言われてるでしょ。ですから考え事があなたなんですよ。いつでも自分意識とともにあるわけですから、私はこのように考える、私はこのように想像する、私はこのように判断する、私がって言ってもあるでしょ、一人称のね。でも実際には夢の中でどのような運動行動をしていようと、体は寝てるわけですね、横たわってるわけですね。それと同じように、無知な人、つまり私という観念が病むことのない人は、絶えざる瞑想の中に一人セルフとしてとどまっているのに、皆さんは本当は全体生命なのに、私は野村だ、私は中村だ、岩井だ、安福だって、そうやって動いてるね、これは夢だよって政治家が言うわけです。皆さんはセルフなのに、私は何の誰それだっていう夢を見て一生何十年生きるだけの存在なんですね、もし覚めなければですよ。だからラマナマハルシみたいに夢から覚めた人から見ると、みんな夢を見ている、私がという夢を見ているっていうことですね。実際にはあらゆる日常的行動に勤しんでいる、私がと思って勤しんでいる人たちなのである。ああ、なんたる無知よってラマナマハルシは嘆いてるわけですね。まあ、このように世間方は言っている、昔から言っているし、私が下脱した後世間の人を見ればやはりそのようなことだっていうことを言ってるわけですね。注がありますね。心の注意が他のことに奪われた状態でお話を聞いている人たちのように、まあ聞けども聞こえず、見れども見えずっていうやつですね。残存印象、実家が解消してしまっている心は、たとえ見かけは働いているようでも実際には働いていない。まあ例えばラマのマハルシが食事をしているから、マハルシにね、この食事は美味しいですかって言ったら、自分が食べて美味しかったらマハルシも、私もこれを美味しいと思うだろうよって世間の人は想像するかもしれないけれども、私という意識がないので、普通の人が思っているようにその食事を食べて、私は美味しいとかこれは美味しくないとかマハルシも思ってるんだろうなと思っても、それは見当違いも甚だしいっていうことですね。ですから下脱しなければ下脱者の心は 100% は分からないということです。ただ頂上に近づけば近づくほど、9合目まで行った人は7号6号目にまだいる人よりも頂上見やすいですね。麓にいる人は全然見えないかもしれないけども、例えば8000メートル級の山の7900メートルぐらいまで行ったら、頂上ってあんなもんだって分かってくるでしょ。麓にいたら雲かかってて、頂上どんな格好してるのかすらわからない場合が多いでしょ。ですから私意識が希薄になればなるほど、マハルシのことはわかるし、好きになるし、尊敬せざるを得なくなってくるっていうことです。
で、麓にいればいるほど体操とかね、洋楽教室、経営とかやってる人たちの中で名前ある人たちを偉いと思ってしまうということです。大きな団体の超偉いと思ってしまうということですね。ですから皆さんが何に価値観を置いてるかで僕はすぐにわかるわけです。皆さんのレベルはね。で、あなたは何に価値観を置いてますかって教材作りましたでしょ。考えるヒントっていう教材ですけどもね。それはハイパーカードでしかありませんけれどもね。見直しておいてください。何に価値観を置いているのか。私意識の解消とは違うことに価値観を置いてるんだと思うんですよ。おそらくね。これは例えば静止した状態でいるのに、夢の中で山登りをして落下していると思っているようなものである。まあ、寝て横たわっているのに、ご苦労さんにも、夢の中で山登りしていって、ああ、疲れた、疲れたって言って、うっかり足を滑らせて落っこちて、わーって声を出した。どうしたのっていうと、山から落っこちたと思ってね、それからとぼけてるでしょ。落っこちてしまったとかって。実際には、かかとがちょんと布団から畳に落っこちたぐらいなのにね。そのように下脱した人から見ると、世間で、まあ、おめでたい。赤ちゃんが生まれておめでたいとかね。誰かが死んで、まあ、ご愁傷様とか言っているのは、馬鹿げた夢を見ているっていうことですよ。死んだり、生まれたりっていうない、セルフの世界に生きているのにね。生まれたらおめでとう、死んだらご愁傷様とかね。全く馬鹿げてるっていうようなことですね。参考をご覧ください。サニアーサ法規は出家と道義であるが、インドであれ、日本やその他の国々であれ、形式的サニアーサね。まあ、形式的サニアーサ出家。あれ、形式的な、その教会が良い、寺院参り、あるいは巡礼とかね、が多く行われているだけで、ここでラマナ・マハルシがその真意を説明しているようなサニアーサ出家は稀である。皆さんが出なきゃないのは、心に住んでいる自分意識からの出家ですよ。自分意識から離れることですよ。ですから、出家を行う場は心なんですよ。自分の心なんですよ。場所じゃないんですよ。サニアーサ、法規、出家。出家にね。沢木耕道老師が言っていた、世間の価値観から出家すること、出家。イコール、私という観念、自分意識の法規と頭で分かってはいても、まあ、頭でまず分かんないといけないですね。これすら分かんないし、こういうこと聞いたことない人たちの方が多いでしょ、ヨガ教室って言ったら。だから何をもってヨガって言ってるのかって僕何でも言うわけですね。頭で分かってはいても、その具現は甚だ困難である。例えば地球には重力圏があるとね、地球の引力で、まあ、引っ張られて高いものは低いところに落っこちてくるけれども、その重力よりも強い力で大気圏外に出たら重力はなくなるだろうって頭では分かりますね。でも実際に皆さん、じゃあロケット作ってそんじゃに乗り込んでね、引力圏から出てくださいって言われたって一人でできないでしょ。ですから頭でわかるっていうのとね、頭でわかるだけっていうのは何にも、それ自体としては価値観持ってないんですよ。頭でわかったからって言って、屋根に登ってね、足踏み外せば 落っこちてたんこぶ作るぐらいでしょ。その頭でわかったっていう頭にこぶできるぐらいですよ。何もいいことない。実際にロケット開発して、それに乗り込んで、人工衛星に乗り込んで、重力圏から出たら無重力自体、宇宙飛行士たちみたいにね、無重力地帯に行けるわけでしょ。ですから、心の無重力地帯、エゴのない世界っていうのは、エゴをなくせばいいんですねって、僕から説明、自分意識を発見して解消すればいいんですねって聞いて、それ僕に何遍言ったってね、何もなんないですよ。実際には。分かってるんですって言ったって、分かってるっていうだけでは何にもならないんですね。やらなければ意味ないんですね。と、頭で分かってはいても、その具現は甚だ困難である。なぜなら、全然別な世界で生きてきたわけですから、下脱とは反対の世界で生きてきたわけですから、反対のことをやろうって思っても、それは難しいに決まってるんですね。すでに重力のある世界で生きてるんだから、それを出ようっていうのは難しい話でしょ。もし頭ででもそれを理解していないなら、形式的サニアーサ出家をしたとで、とんでもない見当違いにしかならない。サニアーサってどういうことかわからないでサニアーサになるんだから、インド人たちって。何にもなるわけないんですよ。ただ、
乞食してるのと一緒ですよ。で、ほとんどはね、インド人のサニアフィンっていうのは、タバコ吸ってるように見えるかもしれないけども、あれは、まあ、麻薬の一種ですんでね、ほとんど中毒にかかってるんです。LSD 中毒と同じようなことなんです。それを回し飲みしてるんです。食べ物にありすぎて、輸入して、あちこち歩ってね。大体みんな、麻薬中毒患者と一緒なんですよ、サニアフィンっていうのはね。宗教は変であるって言うけど、そういうのと別にしてね。だって日本の盆さんでタバコ吸わない、酒飲まないって人いないですよ。1% もいないと思うわ。0. 何%だと思います。沢木老師や内山老師でもタバコ吸って酒飲んでたでしょ、死ぬまで。僕らが尊敬するような人たちでも、タバコとか酒とか、その口のコントロールできないわけね。マハルシがタバコ吹かしてアルコール飲んでたとしたら僕尊敬しないですね。迫田先生はタバコを吸わなかったしね、アルコールも召し上がらなかったし、アーサナ中毒ね。なんかに中毒になったら下脱じゃないんですよ。あるいは学者だと本中毒でしょ。何かに中毒になってるんです、人間っていうのはね。私という観念、自分意識が束ねている無数の残存印象が解消されてしまった政権でも、外から見れば飲食し、運動し、眠り、など日常的行為をしているし、凡人たちと変わっていないように思われる。外見だけ見たら同じ人間に見えるわけですね。けれども、外から見てもわからない決定的な違い、決定的違いが一つある。その一つ、自分意識の解消です。のために、アートマ・ビチャーラ、マハルシが教えたアートマ・ビチャーラっていうのはある。あるいは宗教はそのためにあるんであって、そのたった一つっていうのは、仏教でもキリスト教でもヨーガでもね、それこそイスラム教でも何でも一緒なんですよ。一緒なんだけれども、その理解の仕方が間違ってるので一緒じゃなくなるので喧嘩してしまうわけですね。イスラム教、回教っていうのはキリスト教から出てきたのに、アラブ勢力、イスラム教のアラブ勢力と、イスラエルとアメリカを中心にしたキリスト教世界っていうのはもうずーっと対立したままで、今回のようなテロ事件っていうか戦争みたいなことも起きちゃってるでしょ。国家間の争い見るときにね、日本はまあ宗教っていうのはあんまりないんですけども、あるように見えて何も持ってない。仏教でもないし神道でもないしね。でアメリカ人たち見たってキリスト教徒でもないんですよ。ないんだけれども、まあキリスト教っていう刷り込み、それからアラブ人たちだってキリスト教から出てきたイスラム教の真の意義なんて分かってないでしょ。分かってないけども、イスラム教はアラーの神のためにっていうでしょ。戦争するとアラーの神が祝福しますように、今度ブッシュたちはアメリカを神が祝福するようにっていろんな神様立てるでしょ。神様同士喧嘩する、戦争するわけですね。だから理解が幼稚なんですね。国家だけじゃなく皆さんも、じゃあヨーガをどう理解してるのかっていうと、おそらく幼稚な理解しかしてないんじゃないかと思うんです。説明は聞いてもね、分かったって思うのと、自分の頭の中でしっかりね、整理されて、それを目指すんだっていうのは別問題ですんでね。